はい、というわけで、まあ、今回はねこちらになるかな。ギリギリちょっとギリギリの探偵部もありましたけども、これはですねおそらく 今にないやつですね。まあ、ブリキのなんとブリキの、まあ、おもちゃシリーズなんですが、まあこれはあのもうブリキですからもう昭和の時代ですね。今となったらもう平成の時代ですからもうね、まあ私昭和っつったってもう時期、そうだね、私が生まれてもう時期昭和はなくなって平成になっちゃったんだけどな、まあギリ平成って言ってあのもうギリ昭和ですよ。だからもう時期平成に入っちゃったからね、昭和時代っていうね貴重な体験はわずか数年で終わります。すぐ震えて終わってしまってね、もう物心がつくかつかないかぐらいの年でもう終わっちゃいましたけど、まあ昭和っていうね、まあそういう時代があったんですね。だからまあ私の場合はもう昭和というよりどっちかというと平成って言った方が近い、ですね、もうそっちの時代の方がね。だからまあなんて言うんだろうな、まあそういう、まあ、昭和ってのは私はねまだわけもわからんうちに昭和って終わっちゃったからあれですね、あんまり昭和っていうのがどういうもんだったのかっていう実感がねあんまりこうまあわずかしか残ってないんだけども、まあでもなんかどことなくやっぱりなんか昭和のものっていうとなんか懐かしいね感じがしますね。でこれは今現在だと秩父鉄道の線形になる現役らしているとなるんじゃないかなと思うんですが、まあ国鉄時代ですね、まあ製造された尺一系ではあるかと思いますね。でこれは半世紀に及んでまあ功労を称えてるね、まあ昭和の国鉄カラーという誉れ高い昭和の国鉄カラーらしいんですね。で、まあ各総武線での各駅停車で、活躍していた通勤型の、電車になるかなと思うんですけどもね、まあ今では、なかなか、ないですよね。でこの人はねなんかしないけどこの前のオーナーみんな同じだったんですね、このブリキシリーズのオーナー。でそうするとみんな同じ人がオーナーみたいで、みんな 目の色がこうあの 目の色をかなんか隠してるっていうかね、そういうのがあったんだけど、でなかなかこういうねのがいいなっていう感じなんですけどね、今にはないそのものだよね。今はみんなほらプラスチックとか、あとはまあ同じ鉄でもこう、まあ、違った感じのような作りになってるけど、昔はこうブリキ製のねものでね、まあ今はブリキほんと貴重になってきちゃったからね、昔はあんだけ大量に作ってたのにね、今じゃほとんどブリキなんてね。だからまあ私なんかほぼ物心ついて時期平成になっちゃったけど、でも平成になってもまだ初期あたりぐらいの時はまだブリキはあの当時はまだでもあったね、うん、まだ平成の初期あたりぐらいの時はまだありましたよブリキのおもちゃね。でももう今はほとんど見ないですね。だからまあ懐かしい、非常にそういう点では貴重だし懐かしいですね。でこれは一光っていう会社が作っていたみたいです。確かになんか昔そのなんだっかな、2、3回ぐらいかな、友達にそのうちに行ったのは2、3回ぐらいなんだけど、ある友達の家に行った時に、その同級生の家に行った時にね、ふらーりその V 機のおもちゃがあったの、ね、よ。で、それにはバスとかもあったし、電車なんかもあったのね。で、それで遊んでたら、まあそこの、まあ当時からね、随分とこう、まあおばあさんが、いらっしゃってね、まあ、昔のおばあさんとかで腰曲がったおばあさんとかいたんだよね。今はそういうおばあさんってなかなか見かけなくなったけど、でそういうおばあさんになってきて、おやまたこの子遊びに来たんかいとかつって、でなんか知らんけど私で会う人たちってみんなよくしてくれる人たちが多くてね、でそれでどこのうち行ってもみんななんか雰囲気もいいところにいい人たちでね、で建物からその周りの場所から非常になんか和むというか雰囲気が良くてね、立地条件のいいとこ住んでる人もいれば洒落た家に住んでる人もいるし、なかなかその非常に良い雰囲気だったところが多かったんですね。でそういうところにまあありがたいもんですね、そういったところ人たちに守られてるってありがたいもんで、まあそういったところに行った時にね、
またあんた誰々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 で、たまたま私行った時にその子がいない時もあったんだよね。でもその子がいない時もあったんだけど、まあ、だいだいちゃんは別にいいんだよと、その子が、ね、今日は いないけど、まあ、うちでそんでも遊んでいくかいなと。で、そんで、そこの、勝手に発言説は悪いんだけど、まあ、そこの人にやったことにあったブリキのおもちゃがあったんで、それで遊んでた記憶がありますね。うん、本人が帰ってこねえかなって。で、そんで帰ってきて、お前何しとるおもちゃで遊んでんだとは言われなかったけど、なんていうのかね、ああ、譲りたんかっていう感じだったね。だから、ある意味その人、私がその知的障害があるってことを、まあ、知ってたんだよね。まあ、どういうものかってのは分かんなくても、それいくつぐらいの子だよな。小学校1、2年生ぐらいじゃない？もう平成に入って、ほんと初期あたりぐらいの時代だよ。だから、してたから別に怒ることもないしさ、まあ、優しい人だったからね。で、あ、気に入ったんだったら、うん、それでうちに来ればまたいつでも遊ばせてやるよみたいな、そんな感じだったからね。だから非常にいい人だったね。うん、まあ今その人はね、どこに何で暮らしてるかは分かんないけど、まあ聞いた話じゃね、大学まで進んでって、で、どこどこのねところに勤めてるらしいけどね。まあ今ね、何してるかわかんないけど、まあなかなかね、懐かしいね。まあそういうことがありましたね。まあなんともこう、なんていうのかな、懐かしいっていうか、こういいなと思ったね。まあそういう思い出があったなんかみたいです。その時にそこでおじり行った時に、この1号のこの電車がね、確か あったね、うん、あったあった、この電車があって、でそれで遊んでたような記憶があるな。まさかそれからね、10年経って自分のうちに同じものが来るとは思いもしなかったけど、まあなかなかいいなって感じでしたね。どうもありがとうございました。